はい、というわけでね、後半戦の方をやっていきたいなと思います。後半戦はですね、まあ、実際にボットを6人入れて75点マッチ、やっていこうかなと思います。カテゴリーとしては、通常の、よく使うアサルトライフルと、ちょっとレートの速いアサルトライフル、まあ、あとはね、サブマシンガンっていう形で、まあ、ちょっとやっチーていムこうデかスマなッとチ。思います。で、基本的にどこをどう見てるかっていうのをちょっと解説しながらですね、75点、取っていこう敵かが来なると思いぞ。ます。覚悟を決基め本ろ。的にはね、スコアストリークは使わずに通常の、戦い方でやっていこうかなと思うので、まあ、実際にね、僕が見てるところとか、あとね、自分だったらここを見るっていうところですね、皆さん、見ながらですね、実際に見てもらえるといいかなと思います。よし。大変なんですけど、結構ね、ボットの難易度ハードでやってるんで、結構大変ですね。大丈夫、まあ、結構足音も聞こえるんで、それなりには戦えてるんですけど、まあ、ちょっといましたね。あとは射撃するタイミング、移動するタイミング、そういうところを見ていただければなと思います。まあ、ちょっと体力がなかったんでね、スティーム入れようかな。はい、さあリスポンしていきまーす。よいしょ。まあちょっとね、UAB が離陸可能だ。6人いるんでちょっと大変なんですけど、まあうまくさばいていこうかなと思います。まあこういう角とかね、来るのが多いね、まあ、建物の中とかね。そう、リロールするというのもちゃんと遮蔽物に隠れながら、あとはね、覗くときは構えながらですね。 UAB が離陸可能だ。いつでも行ける。今日は私の番だ。リロードします。危ないですね。あとね、こういうところとかね、狭いんで、まあいましたよね。まあ敵もいるわけですよ。よいしょ。さあ、しっかり構えながらね、いきましょう。あと、こういうところとかであればね、フラグ持ってるのであれば、投げ物をちゃんと持ってた、投げた方がいいと思います。拾いますね。で、敵に撃たれた後も、やはり慌てずに、しっかりこう、遮蔽物に隠れて、体力を回復してからですね、安全に戦った方がいいかなと思います。リロードして、チェックして。で、2人来た時もね、やはりエイムしてればちゃんと合わせることができるので、ちょっと移動しましょうか。ちょっとじゃあ、M4 の方に変えたいと思います。ちょっとレートの速いアサルトライフルですね。で、レートの速いものを使うときは、やはり残弾管理っていうのが大事になってきます。やはり自分がバーって打ってね、弾なくなっちゃうときとかやはりあるので、しっかりね、弾がどれぐらい残ってるのかっていうのと、まあ、慣れてくるとね、トリガー引いてる長さで大体どれぐらい撃ったか分かるので、よいしょ。で、連続して敵が来そうな時はね、リロードせずに、チェックしていきます。で、打ち切りそうな時にリロードしていくという形ですね。 UAB が離陸可能だ。いつでも行ける。ただこういうところとかをしっかりチェックして、奥はね、構えながら、通常ですね。発射準備よし。で、リロードします。しっかり構えながら。ね、今のはね、後ろから来てたんで、どうしようもなかったんですけど、まあ、ちょっとね、後ろを覗くタイミングも大事になってくるかなと思います。意図的にね、人数差かなりつけてる理由なんですけど、囲まれるっていうとか、後ろから攻めてきたとかっていうのも、やはり FPS ではよくあるので、そのあたりの体勢をつける練習ですね。不意にね、後ろから来ることやっぱりよくありますから。おお、まあこんな感じでね、まあエイムを合わせるっていう意味では、やはりボットを打ち大事になってくるのでね、まあ、とにかく、そうだったら構えて、今のもね、構えたことによって敵が倒せたって感じですね。我々のスコアが半分に達した。撃たれたら、ちょっと慌てずに、しっかりね、伏せたりとか、しゃがんだりして、安全を確保していきましょう。
で今のはちょっとね、あの右を見てからだったので反応が遅れたかなって感じですね。あとはあのやられた後ですね、やられた後なんでやられたかとか、どこを自分が見てたかっていうのもね、反省するとやはりあの上達の近道かなと思います。リロードして消耗しますね。 UAB が離陸可能だ、いつでも行ける。まあ自分が戦えるところで戦うっていうのも大事ですね。あんまり遠すぎてもね、弾当たらないんじゃ意味ないんで。しっかりこういう角とかね。巡航ミサイル発射。リロードします。でもうあれぐらいの接近戦であれば構えないで撃っちゃった方がいいですね。よいしょ。さあ残り31点ですね。引き続きやっていきましょう。まあ、これをやってからやはりマルチに行くと、やはりエイムを合わせるっていうのもね、イメージが湧いたりとか、あと当て感ですね、がやはり把握することができるので結構大事ですね。まあ、この時僕がどこ見てるかっていうと、基本はマップ、マップを見るのと、あと結構画面の右端、右上かな。敵がフォークリフトにいる。多いっす。ちょっと今ね、無理くりなエイムし、クリアリングしますけど。UAB が離陸可能だ。いつでも行ける。今のもね、モンスターも投げて、やったことによって敵が倒せたって形ですね。まあ、いそうなところにはね、スターも投げてクリアリングする。投げ物を投げてっていうところですね。まあ、ここで言うと正面のカード、まあ、なんか実際に行ったところから出てきたんですけど。ああいうカードですね。だいぶ怖いですけど。よいしょ。こういうとこ怖いですね。なんかいましたね。あ、こっちにいましたね。さあ、あと22点。22点、頑張って死なないで倒します。リロードして、結構わりかしね、僕はリロードするのが大好きなんで、耐えるな。おお、ちょっと無理でしたね。よいしょ。ちょっと一旦落ち着いて戦いたいですね。敵がフォーク。まあ、ああやって構えてるとね、敵が出てくると先制で先制してくれますから。敵が中央にいる。 UAB が離陸可能だ。巡航ミサイル発射。まあ無理くりエイムを合わせるとあんな感じになるんですけど、今のもね、まあ敵がいたなと思って、まあ、エイムを合わせる練習前半でしたと思うんですけど、その成果が出てすぐ合わせられたって感じですね。全員の前回やってるのイメージで打ってるので、まあ、結構ね、今回ボットがハードなんで結構やられてるんですけど、まあ、これぐらいじゃないとね。で、リロードするときは遮蔽物に隠れて、もう一度。まあ、こんな感じでね、戦えれば、まあ、結構イメージ通りの、敵が来た時の対処もね、できるかなと思います。そうだなと思ったら、こういう逃げ物を投げて反応を見ます。今ね、当たったんですけど。珍しいもんでやられましたね。そしたら、そしたら最後はですね、まあ、究極のエイム合わせということなので、スナイパーライフルでちょっとね、次は行こうかなと思います。ちょっと一回やられてね、
スナイパーに関して、ね、スナイパーをやるメリットとしては、スナイパーライフルって基本的に構えないとこうやってね、合わせられないので、そのあたりを掴むっていう意味ではね、結構わりかしボット打ちの時結構スナイパーでやること多いですね。あのエイムを合わせる練習、あと当て感を身につける練習としてはすごくいいかなと思います。UAB がリリースだ。まあこんな感じでどんどんね、しっかり構えてエイム合わせるって感じですね。アリオス、クソ野郎。まあまあ惜しいですけど。まあ、しっかりね、こうスナイパーライフルとかこういうオーバー率のものを使っているときにはですね、まあ構えて敵がいるっていうクリアリングをするっていう意味ではね、スナイパーすごく練習になるので、まあ残りの10点とか5点くらいはあのスナイパーで練習して、あのオーバー率のサイトでね練習するとよりこう注意深いクリアリングの意識付けができるかなって感じですね。あと2点ですね。敵が中庭にいる。いたんですけど外しましたね。まあまあまあ予測しながらね待ってたんですけど、外すときはああいうときもありますね。敵が貨物コンテナにいる。はい、というわけでね、皆さんあのご視聴いただいてありがとうございます。普段はですね、こんな感じでいろんな武器使いながらね、ボット打ちしながらですね、クリアリングするところだったりとか、あとはどういう風に戦えばね、あの敵と出会えるかなっていうのを練習しながらやってるって感じです。まあ、ぜひですね、もしあの皆さんの FPS の上達に参考になればいいかなと思うので、ぜひ皆さんね、まあちょっとだけね、うまくなると FPS 楽しいと思うので、ぜひね、お友達集めてこういう風にあの練習してもらえるといいかなと思います。というわけで、皆さんご視聴いただいてありがとうございます。これからもですね、いろんな FPS でやっていこうかなと思うので、楽しみにしておいてください。お疲れ様です。